喋るよ。喋るって聞いてんのって思いながら聞いてたり聞いてなかったり、もうこの絶妙な加減がよく分かんないの、男からすると。そうで、これで時間、はい、制限来ました、うん、じゃあもう帰ろうって言って駐車場でやって、うん、そこでまた喋るから、ね、喋ってる。もうほんと女の人連れてパーティー行くとなかなか帰れないから、そう、じゃあねーって、じゃあ先なるねーって言いながら、僕はもう表にいるのよ、うん、だから一緒に連れてきた女の子とか5メートル進む方は、あーあーってやってて、また5メートル進む、あーあー久しぶりとか、なんで安田さん久しぶり、元気なのと、最近で、ね、なんか今度ランチしようって、いつ帰ってる、あこの日ちょっとダメかもって、じゃあ何日だったら、何日は逆にこの女とかもこんな話してるわけ。そう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 、もうそれから、あそういえばさって、この日こんなイベントあるんだけど、どんな？なんとか。あのだってこのイベントあの人来るでしょ？うん、あ来る。あそっか。あのさ、うちさめっちゃ気まずいことあってさ。なんで何があったのって。聞いてない？聞いてないよ、誰も。あなんで教えて教えて。え言っていいかな？いいよ、誰にも言わないから。よくその間ずっと待ってんの思ってるよね。もうお願い早くしてって。そうそう。もうどうしてもさ、もうね。来ないとき先行っちゃったりするからね、次の場所にタクシー乗って。ほんとあれはすごい、すごい女の人よく喋るわ、うんね、そうじゃないと発散できないんでしょうね。そうそう、でしかも帰るときも大体、あすいませんお客さん時間なんでって、うん、言われて、時間が来てから帰るからね。帰るからね、ほんとにほんとはもっとあと1時間前に出られてたのに。だからさ、聞いてるのみんな、ちゃんと話はお互いに、それとも言ってるがメインなの？多分、うん、半々。あ、半々なんだ。こうやって聞きながらも、うん、あ、そういえばこれも話したいっていうのが。あー、で、言ったことはもう真剣に受け止めてはいるの？一応、お互いに。受け止めてるんじゃないかな。受け止めてるよね。受け止めてるよ。聞いてるものは。ちゃんと。怪しいな。お前ら怪しいぞ。じゃ女子女子ではないから、どっちかというとマリー、女子女子、女子女子の間でよ。あただ、うん、マリーは人の文句とかってなったら、うん、あ、もう聞かない、うん、あ、そうなんだってなる。でもそれ多いじゃん、うん、それが多いよ。そうだ、うん、そう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 、愚痴とかってなったら。でも僕はもうこれ聞いてる時に聞きたくないって気持ちあっても、でもこれ吐き出させないと、うん、多分この人溜まってブスになっちゃうと思うから一応吐き出させてるけど。そうだ、聞いてるけど、聞いてるようで、うん、ああそうなんだ、うんうんって言いながらちゃんと聞いてない。聞いてないんだ、うん、でも男はさ、ちゃんと聞くわけよ、聞いちゃうの、話してること。もうさ、ちゃんと聞かない、受け止めるから。だからこれ女同士のさ、テクニックなんだろうね。だちゃんと聞いてたら、うん、ブルーになるから。女同士だからそれができるのよ、うん、スルッてさらって。で男はさ、多分正面から受け止めるから、よくこんなに喋ってで、こう相手もよく聞いてるねって、もう感心しちゃうわけ、うん、スルッとさらっと術を覚えた方がいいんだね、男もね、うん、それがいい。真正面から受け止めたら、受け止めたら、うん、めっちゃブルーになって体が重くなるわけね。だからか、女同士はこういう付き合いができるのね。そうかも、うん、でも思い、本当にちゃんと聞かないといけないのは聞くよ、うん、無意味な文句は流す、うん、だって女同士だってそうじゃん、多分聞きたくないでしょ、うん、聞きたくないけど、でもさらっと流す術を持ってんだ、うんうん、言う人も言いたいだけだから、うん、言う人も言いたいだけね、出して満足。そうそう、こっちからアドバイスしたら嫌がられるからね、うん、ああなるほど、じゃあこんなしたらって、でもさーだもんね、必ず違うわけ、でもさーって、うん、いや分かってんだけど、そうそう、でも違うの言う言う、ね、でもあんたも悪いよって言っちゃう決まり、やっぱ、あ、いやそれはあなたも悪いよって、うん、どう考えても言ったら、でもだけど、でも、うん、でもさちゃんと思って言ってるよっていう。でもさ負けてもさ終わらない、終わらないよねでまた違う話が来るから、うん、はい、大切なのよね、そういうのも、うん、でも吐き出すのが大事だってよ、うん、女子はね、吐き出すのが大事なんでしょうね、うん、大事、言ってるほどそんなに思ってもないし、うん、そうそうね、うん、カラオケも発散の場所です。はい、はい